た。よしよしよし。うわあ。よし、あ、リブートした。ああ。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、こちらですね、はい、ランダムレイヤーコレクションボリューム7ですね。これね、9月初旬に発売されたので、ね、全然気づかなかった。なんかなんと GKX カリバーよりも前に出てた。なんで今回はフルコンプセットを購入しました、はい、ツインネメシスとクライスタタンとドライガースラッシュ、ファンクフェンリル、あとギガントガイア、おこのセットになってますね。はいはい、とりあえずレア出してみましたね。はい、ドライガースラッシュとファングフェンリルはこのままやるか、うん、でこの3つだけステッカー貼りましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがツインネメシスだね、うん、これ後ろにこうロックがあって、これを解除すると、今これはねスマッシュモードってやつなんだけど、これを回転させてこうね、アッパーモードになる。おーで、これをまたこうロックすると OK みたいな。おーすごっ。ちょっと角度が変わるんだろうね、これね。そうだね、うん、これアッパー下から上にこうパーンってやるみたいな、うん、今回ディスクとドライバーこれ使います、うん、クォータープラネット、おこれでいきましょう、はい、よいしょ。そしてクラッシュサタンの方はグラビティリブート装備してます、はい、でドライガースラッシュはウィングエクストリームだね、はい、これあえてシール貼らないからかっこいいねこれね、うん、ファングフェンリルはシックスグレイブナッシング、ちょっとこれ謎改造だね、はい、最後ギガントガイアはヘビーオービットですね、はいはい、今回はこんな改造にしてみましたね、はい、でツインネメシスとエイシンク使うんでしょ、うんうん、なので僕はこの4つのベイでエイシンクに立ち向かいたいなと思います、はい、ツインネメシスね結構これアタック系で強いみたいなんで、うんはい、じゃあやっていきましょう、はい、じゃあまずパパはファングフェンリルでいきますよ、はい、僕はツインネメシスのスマッシュモード 3,2,1 ゴーテン。このツインネメシスの、なんだっけ、グラビティプラネット、うん、じゃあグラビティじゃない、クォータープラネット、あ、クォータープラネットか、うん、これなんだっけ、スタミナ系、あいつを破壊したらしいよ、うん、マキシマムガルードだ、うわおー、うん、3、2、1、ゴーシュ、おー、やられた、イエーイ、3、2、1、ゴーシュ、いいね、いいね、よし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 、お回転数落ちないね、ついにネメシスね、うん、あー、ダメだ。じゃあ私はこのドライガースラッシュエナジーバージョン、はい、勝手につけたついにネメシスのアッパーモードにします。はい、3、2、1、ゴッシュ、おっと、このね、エクストリームだから無駄に動くっていうエナジーエナジーだね、いや、エナジーだ、ドライガースラッシュエナジー、それケネシスドライバー、ちょっと古いかな、古い古い、あー、でも動き的にはいいんだけど、あー、ダメだね、3、2、1、ゴッシュ、よし、追い出せ、あー、ダメか、当たらなければ意味がない、真ん中にとどまるな、A とか当たって、ああ回転を止められてしまったにはね、うん、強いな、 3、2、1、ゴーシュ、よし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 、うわあよし、回った、あー回ってた、あー今のすごい迫力、はい、じゃあ続いてパパはギガントガイアに変えます、スマッシュモードに変えます、 3、2、1、ゴーシュ、さあギガントガイアは今度はオービットだからね、うん、あ、なんかちょっと似たような動きをしてるけども、ギガントガイアは、あーっ、カウンター食らった、アッパーだ、アッパーじゃないんだっけ、スマッシュか、今3、2、1、ゴーシュ、さあ、お、やっぱり同じ感じだな、そうだね、お、カウンター、あー、やっぱり全体のバランスはツインネメシスの方がいいな、よしよし、あー、食らってた、3、2、1、ゴーシュ、おー、オーバー、じゃあ最後にクライスサタンいきます、3、2、1、ゴーシュ、さあクライスサタンこれリブートだからね、あと、うん、でもう一回いきますから、防御プラス加速か、さあでも今リブートしたね、
もうダメかな。ダメダメだね。3、2、1、押せる。よし、当たれ、当たれ。おっ、おっ、おっ、押した、リブートした。おーし、3、2、1、押せる。おっと、ちょっと離れちゃったけど、当たりに行けないのかな。当たりに行ってもいいんだよ。当たりに行かない。当たりに来た。あ、もうリブートがそろそろつく。あー、微妙なリブートだった。これは負ける。あー、よし。そんなわけでツインネメシスめっちゃ強いね。うん、じゃあこいつと戦わせてみようよ。ね、どんだけ強いのか、うん、アタック勝負でやってみよう。はい、ツインネメシススマッシュモードです。はい、3、2、1、ゴーセン。うわっ、怖かった。あ、勝ったんだ。3、2、1、ゴーセン。さあ、バースト王者。いやー、バースト王者。あ、でもこうなっちゃうともうダメなんじゃない。いやー、ありえるでしょ。あ、負けた。アッパーモードに変えます。はい、3、2、1、ゴーセン。最後いけ。よし、いけ。ジーク、ジークをバーストしよう。あー、あー、よし、3、2、1、ゴーセン。おっと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 。おお、今のは微妙だったけどね。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムレイヤーコレクションボリューム7ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで、おお、やっぱりツインネメシスか、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。